はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。三国志水4ですね、4回目やっていきたいと思います。ちょっとびっくりしましたね。まあとりあえずちょっと王兵さん、あれもしかしているの見つけてきましたよとは言ってたんですけどね、王兵さん。あ、いるんだ。あー、なるほど。とりあえず褒美、王兵さんはね、もう後々職のね人材になられる方なんで、はい、10いきましょう。米相場2なんですよね。到底ちょっと買えるあれじゃないので、さあちょっと捜索ね行かせましょう。駅周、はい、まあおればおるほどねいいんで、いや、北海より陽州、ああそうですね、で、劉備さんでねマックスいっときましょう。施し、はい、あ、だいぶ民地は上がりましたね。さあ誰で徴兵しようか。寛平ちゃんでいいかな。まあお金がそんな減らないのがね大きいですよね。まあこの4人ぐらいでいいかな。2ヶ月やっときましょう。はい、まだ資金は残ってるから大丈夫ですね。まあ軍事力じゃない、訓練度がだいぶ落ちましたからね。そうですね、これを仕上げて1万ぐらいでちょっと乗用を抑えときたいですよね。しかもね、ああ法隆さんが今在野でいるのか。毎服ね、あー教師さん行かせましょう。はい、あらら失敗。あーそういうことね、製造はあーダメ、うん、じゃあ休養ですね。はい、うん、涼花さんね、民中、うん、そんな高くないんだけどね。うわ平原いった。総軍強いねやっぱり。はい、資金がなくなったので、とりあえずよいしょ、まあ300ぐらいで。はい、行きましょう。褒美ね。
が良くないんかもしれないけど、どうやろ、大平さんはともかくとして、あ、おお、両木さんこっちに来てんのか。わあ、両木さんね、はい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 、あ、鳥類さん、はい、いいよ。はい、鐘楼さんね。お、来た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 。うん。で、褒美。そんな高くない。よいしょ。はい、行きましょう。メンバーはね、増えてきたけど。で、マイ服ね。教師さんも帰ってらっしゃい。よいしょ、オッケー。この腰はちょっとできる人間いないんでやめときましょう。訓練は今訓練中。まだまだね、80以上には最低しないとダメですからね。まあいいでしょう。はい、お、戻ってきた。なんか増えてんのかな。うん、もう一回誰行かせてたんだっけ。あー、そうか、ヨカさん行かせてたんですよね。あー、隅になっちゃうんだ。あー、そういうことか。まあ、とりあえず褒美ね。こまめに行きます。もうちょっと訓練いるな。カンペイちゃん、あ、リョギさん、シュウソウさん、ミホさんあたり加えとこか。で、創作ね、遺跡さん、ケシュナップ、はい、米相場は3か微妙。あー、でも民中がぐわっと落ちてるね。そんな落ちるもんなんだ。しょうがないね。ほっとこし劉備さんでね、マックスいときましょう。はい、仕方ないんですよね今の。
ええやんね。民中82ね。うわ、稲子どうなったん？兼業後会計、大丈夫だよね。イナゴは大丈夫、疫病なし、洪水ね。5の方か。はい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 。はい、両義さんと書ですね。毎服も買い、涼花さん行ってらっしゃい。はい、でビジクさんにね、指導の方ね、落葉あたりちょっと探してもらいましょう。であとやることは、訓練か。ちょっとごめんなさいね。訓練が、91か。もうちょっとやりたいね。予備さん含めて。美穂さんまで行っとこう。はい。劉備さんで。ちょい民中欲しいね。うるまはまだ400しか差がないからね。ダメやね。あ、なるほど、こっちはいけるんだ。そうですね、そうなっちゃうんですよね。はい、あ、縁に曹操が来てる。いつの間にか。来たか。あー、同盟やったら嬉しいけどね。兵糧3500か。まあ一応承諾しときましょうか。からね、もうここ2国行けてるから上位に向いて行けばいいんですよね。閉じちゃった。なので、あと50徴兵してカウンさんで行きましょう。よっ、はい、2万で、訓練。あ、
前にもう創作いいかな。いや、ここじゃなくてね、うん、5の方でちょっと人探しましょう。あー、言ってくれるんですね。これはありがたいか。はい、じゃあ行ってもらいましょう。内政は大丈夫？あー、まだもうちょっとお金あるね。あ、もう拡張さんいんの？はいや、そんな早く出てきたっけ？相変わらず高い。あー、そうですね。そういうことか。どの要件を調べますかって出てくるんだね。ということは、時刻はやっぱり調べられない。製造ってお金かかるんでしょ、多分これ。レンドとか、いや、やめとこう。ちなみに今、度が40、軍馬50か。そうですね、とりあえずよっとマックスね。あとは、あ、調査もいけるか。2000いっときましょう。そうですね、80はね、上げときたいね。民中がすぐ下がるからね。あ、教師さんからね。170。兵糧だけたくさんあるよね、ここは。相変わらず。あ、資金なくなりましたね。はい。ではね、続きはちょっと次回にさせていただきましょうか。今回か、ここで終了でございます。ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。